第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止時の定数は5。第23回第30回は、定数3。芥川賞を史上最年少で受賞した、自由民主党の石原慎太郎をはじめ、自民党最左派の宇都宮徳馬、元大ー官僚の荒井昌慶、日本社会党で、閣僚や、衆議院議長を経験した、松岡駒吉。 加藤漢十に論客として鳴らした上田明、民社党で後に委員長となる大内慶吾ら有力候補が林立し、公明党や日本共産党も一定の地盤を有する全国でも有数の激戦区であった。中でも石原慎太郎は1980年の第36回衆議院議員総選挙以降毎回トップ当選を続ける圧倒的な強さを誇り、 社会党の上田明やミニ社党の大内敬吾は、党幹部でありながら毎回苦戦を強いられ、落選も経験している。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。内小笠原村は返還後の1968年から。また青ヶ島村は、通信困難地域に指定されていたため1956年までは、国政選挙が実施されず、 衆議院議員総選挙は1958年の第28回衆議院議員総選挙から実施された。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行当日有権者数80万9852人。 投票率 60.、60.45%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数、80万1824人、投票率 66.、66.44%第38回衆議院議員、総選挙7月6日、執行当日有権者数、79万9537人、投票率、 61.56%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、78万1973人。投票率 59.、59.22%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日有権者数、77万669人。投票率 65.、65.61%。 第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、77万438人、投票率 54.、54.03%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、78万6840人、投票率 65.、65.05%第33回衆議院議員、 総選挙12月10日執行当日有権者数、82万8643人、投票率 64. 64、64.64%第32回衆議院議員。総選挙12月27日執行当日、有権者数、87万762人、投票率 54.、54.78%第31回衆議院議員。 総選挙1月29日執行当日有権者数、813。396人投票率 67.、67.23%。第30回衆議院議員総選挙11月21日執行。当日有権者数、72 1569人。投票率 59.、59.82%。第29回衆議院議員。 総選挙11月20日執行当日有権者数、64万2928人、投票率 61.、61.52%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数、63万1729人、投票率 68.、68.40%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行。 当日有権者数、57万9587人、投票率 63.、63.99%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、47万529人、投票率 63.、63.00%。第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数。 47万2774人、投票率59.44%第24回衆議院議員、総選挙1月23日執行当日、有権者数35万3841人、投票率62.90%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数31万3125人、 投票率59.28%ありがとうございます。